い、皆様お疲れ様でございます。ついに秋 G1 開幕ということで、スプリンターズステークス、ワイド1点買い、1万円、頑張っていくんですけども、なんかちょっとね、鼻が詰まって声が変なんですよ。まあ、季節の変わり目ですので、風邪をひいたわけではないんですけれども、皆様も体調をお気をつけくださいませ。ということで、もう早速なんですけれども、1枠1番、名村クレア、1番人気ですが、今回は買わないと、いうことに決めました。まあ、理由としましてはですね、やっぱり中山コース、これがどうも合わないんじゃないかと思わざるを得ないのでありまして、昨年、3歳ながら挑戦したスプリンターズステークス、これ5着には来てるんですけれども、割と完敗の5着、最後の直線、これぐんぐん伸びてくるんですけれども、坂で一気に足色が鈍っております。下には18ガール接近する。メイケイエルは苦しい後方になった。伸びない。先頭は2番ジャンダルム、ウィンマーベル追っているが、ジャンダルム、さらに前走のキンランドカップ、これも勝つには勝ったんですが、なんとか勝ったという印象が拭えないレース内容なので、今回は見送りということでございます。それでええやんな。ということで、もう早速なんですけれども、秋 G1 初戦、スプリンターズステークス、ワイド1点買い、一頭目に選んだのはこの馬です。客室転換でいざ短距離界の頂点へ、アグリ、アグリで行くで、アグリで。ということで、1投目は9番アグリで行かせていただきます。前走セントールステークス、これまでの先行客室、これを金繰り捨てまして、サス競馬で上がり3ハロンが驚異の32秒4、安田隆之調教師もこの馬が末脚を秘めているのは分かっていたが想像以上だったと、十分な手応えでございます。セントールステークスではテイエムスパーダに逃げ残りを許したものの、直線では馬群をさばきながら飛んできて2着、実質勝ちに等しい内容で客室転換に一発回答を示しました。サス競馬もさることながら4コーナーで馬群が密集しやすい中山コース、前哨戦でのさばきながら伸びてくる器用さ、これは中山の舞台できっと生きてくると考えております。ということで、2023秋 G1 開幕戦、スタートダッシュを決めたいスプリンターズステークス、ワイド1点買い、アグリの相手に選んだのはこの馬です。一級品のスピードで前残りを狙うジャスパークローネー。はい、相手は13番ジャスパークローネで行かせていただきます。ここ2戦 CBC 賞、北九州記念と G3 を連勝、点のスピードは他の馬を圧倒しております。直線に向いてからもバタッと止まることなくしぶとく粘る、中山戦2の舞台がベストと考えております。この馬、ここ5走で1着1着16着1着1着なんですけれども、これ3走前に大敗していることで、これいまいち信用がないかに見えるんですけれども、
この大敗した函館スプリントステークス、これスタート前から実にチャカチャカしっぱなし、その影響はゲート内でも続き、気持ちが全く競馬に向いていませんでした。改めてそのスタート、見てみましょう。チャカチャカしてますね。スタートしました。ほぼ揃います。スタートしました。隣の馬噛みに行ってますからね。あのスタートでは大敗もやむなし。今回は G1 に向けて陣営も大急で納得の仕上げ。チャカつきがなければゲートよし、二の足よし、しまいよし。テイムスパーダ、モズメイメイが追いかけるもジャスパークローネのスピードには太刀打ちできないと見ます。案外前に行く馬がよく残るスプリンターズステークス。テイエムスパーダよりも外枠なので、かぶせて花を奪えるこの枠もむしろラッキー。現在この組み合わせで12倍超えもあります。一気にこの秋の勝ち格も視野に入れることができます。あとはニャンズたちですね。ロイくん、ミユちゃん、ちょっとよし、チュール占い、チュール占い、6枠だけは選ばんとしよう。チュール食べる人、チュール食べる人、はい、チュール食べる人、チュール食べる人、はい、チュール食べる人、はい、チュール、チュール食べる人、兄ちゃん8枠 OK。 はい、ということでそれぞれ指名した枠からもう枠連もう総流し、これできましたんで、もうお願いやからどっちかどっちかでいいか当たってください、ということで、秋初戦、皆様も的中していいスタートを切りましょう。どうもありがとうございました。